んちゃんがなんか靴下履いてるんでしょ。皆さんこんにちは、今日はねこちらのお店ブランチのお店なんですけど、日本人のハーフの学生さんをインタビューしたいと思います。まだ起きるだけどこれからだよ始まる。待って、はい、私たちが、まあ、知り合った、うん、初めてね、初めて、初めてで、なんでここにいるのかっていうと、なんだっけな、 YouTube のじゃあどこでだっけ、いや YouTube でコメントして図書館の大学の図書館で、そうそうそう、それで、学生さんなんですか、ここで勉強してるんですかみたいなことを聞いて、うん、じゃあぜひねちょっと会ってインタビューしてみたいなと思って、はい、日本に住んでる学生さんとかにインスパイアできるんじゃないかなと思って、はい、インタビューしたいと思います。じゃあ名古屋出身で近いペルーと日本のハーフで、こっちで大学院に通っているんですけど、あのバルセロナ大学に、あ、修士を、ね、まあ、大学3年生あたりからバルセロナの大学に行ってみたいなって思い始めて、でバルセロナペルーの大学とかは、あ、ペルーの大学もなんで学部の時にあの研究室に結構通ってたので、毎年、まあ、大学に限らず、まあ、ハーフってこともあって、うんうん、まあ、幼い頃から毎年ペルーに、まあ、親、うん、特に母親に連れて行かれて3ヶ月とか半年とか長い時は、で向こうの学校に通ってたから、ペルーの大学行くよりもなんかヨーロッパの大学行きたいなって思って、スペインの大学出れば、まあ、とりあえず日本に戻っても通用しそうだし、ペルーに行っても、確かにスペイン語だから、そうスペイン語だから、まあ、ペルーに行ったとしてもヨーロッパの大学出てるってことで高評価がもらえるんじゃないかなって思って、中間地点のスペインの大学を選びました。じゃあ勉強は 何の専門でしたっけ。学部は都市情報学部っていう街を作る、大学院の方は都市デザインで、あの景観とか公共空間のデザインを考える、そういう勉強してます。なんか日本に住んでる間の方が長かったっていう風に言ってたけど、小学校の頃からずっと日本、生まれたのが日本、そういう感じで生まれたのが日本、日本で、そこからずっと小学校、中学校、高校、大学で、まあ、夏休みの期間とかを使って親がペルーに連れてる感じ、うん、その夏休みの間、学校に、向こうの学校に関して、そうそうそう、すごい休み暇ない、休みにもないじゃあスペイン語も普通に話せる、結構話せる感じ。そう、結構話せるとは思うんですけど、まあ、読むのはちょっと苦手。喋る分には親とコミュニケーションが必要だから、喋、れるっちゃ喋れるけど、専門的な話になってくると、だん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 、ね、苦手意識が。なるほど。今スペインの大学ってことは、授業とかは英語、スペイン語？ああ、スペイン語。スペイン語か。でもなんかこれは大学院にもよるかもしれないけど、バルセロナ大学も都市デザイン修士、大学院は15人来て、スペイン人1人じゃない。そう、カタルーニャ人が1人しか、あとの人は違う外国から来てる感じ。そう、半分が南米から来る人、あ、そうなの、そう、半分が中国人で、マジか、で私が、まあ、唯一の日本人。なるほど、なるほど。じゃあ修士はどうやって入った感じ、大学も卒業して普通になんか一般のなんか試験があったとか。あ、まあ、大学を卒業して、で一回そこですぐに大学院に入りたかったんだけど、うん、私が志望してたその都市デザインの大学院がビエンナー制っていう、なるほどなるほど、2年に1回しか受け入れない、はいはい、で卒業の直前に気づいたから、あまあまあまあと言ったら先生が就職先を紹介してくれて、そうなんだ、そう、じゃあ1回働いたって、1回コンサルに、もう街づくり系のコンサルに、日本の大学院に入るってことを面接で伝えた上で採用してくれて、すごい欲しいところだ。確かに、その期間もずっと準備しながら、まあ、9月からこっちの大学院に通い始めてで、インターネットでオンライン出願だったから、出願するときに入学条件っていうのが
あって、それもネイティブの人とネイティブじゃない人で条件があって、まあ、なるほどね。普通にオンラインでそのまま受かって、でもこっちに一人で、あ、最初の1ヶ月は親が一緒に、お母さんが一緒に。なんかバルセロナの一つ難しいところは、あの住むところを見つけるというか、リーズナブルで大学とかから近くてみたいな。それはどうやっていつの時点でこう探し始めた感じで、2ヶ月前くらいから外国人とチャットするやつあったんですよ。でそこでバルセロナに住んでるなんか若そうな男の子を捕まえていろいろ教えてもらって、でそしたらバディとか、うんうん、アプリね、いろいろあるよね、イデアリストとか、うん、バディとか、一緒に住む誰かを探すような感じ、うん、シェアルームアプリ、うんうんうん、食べ物、メキシコスタイルの卵、辛そう、このバーガーですね。パクチー、パクチー、うん、パクチーだ。パクチー無理。石鹸の匂いがする。本当、私もなんかさ、そう、ボトって起きそうみたいな。そう、なんかこうすることになっちゃうよね。基本的な料理って言ったら何だろう。なんか、でも南米全体似たような料理多いから。でもセビーチェとロモサルタードが日本人気がよくって、ロモ、え、豚肉のなんかみたいな、いや、なんか牛肉、うん、なんか中国とか日本の影響を受けてるから、米が浸透してるし、醤油もよく使うし、醤油、それは初めに、そうそう、あと味の素とかなんか日本に住んでる学生さんでちょっと留学したいなとか、外国で、まあ、スペインとかで勉強したいなと思う人にアドバイスあります？何語で授業行われるか、うん、私の場合は 5% が英語、うん、20% がカタルーニャ語が、なんか、ね、残りがスペイン語みたいなって書いてあったけど、ほとんどスペイン語だったし、うん、まあ、合わせてくれるよね、生徒に。そうそうそう、ゼミナールみたいなのがあると、うん、伝えてたんだけど、そういうのはなくて、基本的に自分からアプローチしないと、うん、分かる、そうそうそう、ね、何もしてこない先生は。分かる分かる。先生がうちらに対する、なんかみんなに見てる感じ。そう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 。なんか悪い人間だな、うん。すごい悪い人間だったと思う。大学院長が一番ひどくて、他の人は、まあ、ちょっとそういうのがあるかなみたいな。研究の時のキャリア、失敗した人たちが先生になるっていうね、こういう部分もあるから、もしかしたらなんかそういう部分もあるんじゃないですか。優秀な学生を見て、なんか、自分もね、本当にそういうのに変わっちゃう場合もあると思うんですね。じゃあ、なんかやっぱり留学とかする前に、実際そこに行ったこともある、まあ、現地の人にも知らず、なんか調べて、その雰囲気で話した方がいいかもしれないよね。先生と気が合うかどうかっていうのを確認した方がいいっていうのは、確かにそう、今思えばそうだったなって思うし、まあ、私も大学院でコンタクト取れなかったな、卒業した人とか、なんかコンタクト取ればよかったのを、そういうの分かったし、まあね、分からないよね。そういうことです。気をつけてください。そうです。あと、なんか一般的な学生はどこに大体就職する感じ？街づくり系とか都市計画系のコンサルに就くと思うんだ。私もそっち方面で今就活してて。どこの人の彼氏は？スペイン人？うん、あ、そうなんだ。結構日本語が上手で、そう、自分のお母さんより日本語が上手だったから感動したって。なるほど。アメリカンコーヒーで締めます。わ、それとも焦がしてる。チェアス。焦がしてる。おすすめの場所、あの、アグダフレギアとかじゃなくて、あー、ダバル近い、はいはいはい、キンコスタ通りに住んできたっていうのもあるからだと思うんだけど、その通り結構飲み屋が多くて、その通りにあるポテコ屋さんがあるんだけど、そのポテコ屋さんにいるおじさんが日本で15年間働いてた人で、日本語ちょっと話せる、喋れる喋れる。何人？パキスタンだと思う。パキスタン人で、面白いね。そう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 。でも夜中の3時とか
パリーンみたいな、なんか割れる音みたいな。そうそうそう、マリワナ売ってるしね。あ、まあそれはね、でも結構ね、そこら中で売ってるんだよね。まあ、え、でも、もっと多い気がする。いつもいる、いつも必ず。なんか匂いがしてくるの。あ、そう、匂いもするし、あのクラブとかパーティーとか。スペインの中でスペインっぽくないところを味わいたければ、そういうところに行って。Entonces la chica me estaba preguntando de que quería ver mi acento de castellano, así como peruana japonesa, y entonces te había llamado para que ella me tome el video.